チームブルー、また久しぶりにちょっと遊んでいこうと思うんですが、新キャラリパールー使っていきます。まさかの先行使用可能ということを今さら知って、慌ててビー玉16個集めました。ドラゴンボールで、このキャラ一応ブロッカーっていう役割なんだけど、能力的には全然そんなことなくて何でもできるね。さあ来た、伸びしろ対決。互いに両手縛られて爆弾型ミートボール、これ投げつけ合うが不毛な争い。基本的にはこういうふうに高いところを取ってこうポーンみたいな、こういうのが強いんだろうね。早速来たか、上半身半裸クソギツネ。上もちゃんと服着ろ、プーさんみたいに。プーさんはプーさんで下半身履いてないけどね。ちょっとそこはね、あんまり注意できないけど、なんか注意したらなんか意外と切れそうじゃん、プーさん。あ、早速来たか。向こうこれ赤のつけてるか、青銅の鎧、これはだいぶ不利っすね。うん、勝った。なんだろう、なんだろうこれ。あれか、ネバネバでジャンプ力落ちたみたいな感じなのかな。でもあれなんだよな、ロケット撃てばなんと機動力もあるんですよ。割とジャンプ力ねえなというふうに思うかもしれないけど、最初使ってみた時ロケットが自由自在なのよ。あとはあれだな、爆弾しっかりコントロールできるからな。そこがやり込み要素かな、このキャラの。使ってて面白いんだよな。なかなか害悪キャラなんだけど、だって遠距離で近距離はこのライダーキックね、これが判定強い。だめちゃくちゃ強いんだよな。ちょっと待って、これ現場、これボットしかいないんじゃないか。こいつ、彼ボットでしょこれ。この子盆栽に狂ってる、盆栽にしか目いってない。あ違う、あボットじゃなかった。あれだってさっきのリパールの人いないよね。これ、苗て落ちた可能性ありますよ、これ。行方不明です。溺れて以降、姿を見ないんだけど。誰かサルベージしてあげて。いや、でもね、このゲームね、あんまり言いたくないんだけど、いや、俺はすごく楽しくて好きなんだけど、苗落ちっていうの結構あるんすよね。最初、パーティー4人やっと集まったとかね、3人集まったぜ、ふーって思っても、試合終わった時には、誰一人残ってないっていうパターンは、割とザラっていう。これ1試合目から見せてしまったかもしれないな、チームランブルの闇を、暗部を。俺は見て、開けてはいけない扉を開けてしまったかもしれない、パンドラ。だってもう守る必要ないもんな。でもこのキャラほんとね、リンゴもいっぱい運べるし、で機動力もさっき言ったけどあるし、で攻撃力もすごい高いし、もうできないことがないんだよね。だからブースターも終わった、やっちゃった。これ誰か防波堤になってくれ、一人だけでも。一人いたー、素晴らしい、最後まで戦ってくれた戦友ですだっていたもんね、最初リパールーの人、レベル55ぐらいの人。今もういないが退出してるから。ちょっとあのルー味方に一人いるんで、こちらのルーサイドはリンゴ泥棒意識、そしてブースト、青い床に塗装すること意識で、ブロックの方はちょっととチラチラ見るぐらいの意識配分。お前さっきあの脱ぎ合ってる時までチラチラ見てたろみたいな、そうやって言われちゃうみたいな、そうやって言われたら御の字かなみたいな、そういう感じのクラッシュバンティングやっていこう。まあ49だけど、まあとりあえずね、一旦ブーストもかき集めたいし。いや今日忙しいぞ、今日は忙しくなるぞマジで。いろんなこと見なきゃいけないから、もうリアル二刀流です。リアル二刀流のリアルってどういう意味なんだろう。誰最初につけたんだあいつ、マジで。そいつ最初にリアルって頭に先頭につけたやつの胸ぐら掴んで問いただしたいわ。なんだお前リアルって、リオルって言いそうになったじゃないかこの野郎っつって、ぶっ殺してやるっつって。すごいディフェンス意識してるもんな。あディンゴちゃん、ディンゴちゃんどこ行くの、ディンゴちゃん。オーバーオール来て、キティちゃんみたいに。マジやることいっぱいあるから。 90% の恩恵さ、受けるために邪魔しに来ないのかな向こう。あこれ邪魔する、絶対邪魔する。アゴドバだ。あ爆弾ドローンか、そっちか。ん、あ来た来た。いやーあんまり 90% の恩恵、俺もちょっとリンゴあんまりうまく集められなかったな。なんかいろんなことを意識しすぎる、あまりちょっとまずいな、全部が少しおろそかになってる。いや、これマジルーの間。これほんと気持ちいい。この時目ガン決まってます。いたー！
よだれ垂らしてベロ出してます。まさにルート同化してます。一体今この時がマジ超気持ちいいし、これがやりたいんです。ルー使ってるプレイヤーみんな高いところを維持して、でそれで上から遠くからペチペチペチ爆弾投げまくるっていう。ちょっと待ってください、ちょっと待って、ブタグリラフーン、間に合ったかな。間に合った、よしよし。なんか負けてるんだけど、気づいたら負けてるんだけど、ちょっと待って、どういうこと、これあれかな、これ実はあの8人マッチじゃないんですよ。全然人集まんないから6人マッチでお送りしてるんだけど、ちょっとな、いたずら小僧いるな。どうしても血だまりに変えたいんだな、こいつ。趣味が悪いわね。やん、ちょっと待って、これ。ロープきつい。ロープの間です、これ。正直言って。おら、先出し！マジ判定強い。マジ前に、縦に。縦に出ます、これ。出しとけばいいみたいな。とりあえずね。とりあえずビールみたいな感じで。ちょっと待ってくださいね、これ。ほら。またいたずら小僧いる。ワンパク小僧。いや、マジあの、すすきのの首切りの事件は早く犯人捕まってほしいわ。どんなやつなのかがすげえ気になる。めちゃくちゃ気になる。ていうか、なんかあれすごい被害者かわいそうだしさ。まあ、だがどの事件も、ちょっと待って、間に合った。せっかちで得した人の昔話聞いたことないよ。いや、どの事件も被害者は基本っていうか絶対にかわいそうなんだけど。でもさ、なんて言うんだろう。パンドラの箱をなんか勝手に開けられてる感じがさ、すげえかわいそうというか。死後、なんか自分のパソコンの中のエロ動画全部世界に公開されるみたいな。それがなんか見ててすごい辛いから。これ倒さないかな。おし！儲けた。いや、それよりもな、急いで、リンゴかき集めないと。接戦になってる。そう、話途中になったけど。ちょ待って、これ、ちょ待って。話せる余裕がない。これも倒さなきゃいけない。遠くから。ほら。アベリージチャージ盗まないでください。149。これは何としても。で、しかもリンゴ貯金もあるよね。ちょっと待って。これは絶対にダメ。お届けしちゃいけない。よし、タレット置いたから、まあ、とりあえずその間に。まあ、時間稼ぎはできるでしょ。こっちもね、リンゴちゃんと集めないと。防戦一方だとさ、で、そうそうそう、話がまたあれだけど。よし、30%のオッケー。いや、これ4人マッチの可能性があるんだよね。何らかの理由で試合中に落ちた人、それが2人いて、多分これ、今2対2実質。だと思うんだよな。だから全然リンゴが増えない。ちょっとこれまずいな。実質、俺の手にかかってるレベルまであるかもしれない。リンゴの数増えんの。ちょっと待って。これまずいな。よし。ほら。あ、でも預けようって指示してる人が、ちょっと待って。目の前に、あ、待って、これ無理か。あ、決めて、薬決めてって言ってる人いる、今。ってことはプレイヤーなのか、あれ。にしては全然、あれなんだけどな。なんか、リンゴの数が増えてる気一切しないんだけど。こっち、まあ実質ブロッカー2人だからね。その2人でなんとかしてる間にココちゃんが頑張ってほしいんだけど。そういう感じには見えないな。ちょっと現場ちょっと今、錯綜してますね、情報が。すげえいい試合、気づいたら。気づいたらすごいいい試合。これは、正々堂々一本勝負いこうか。やらざるを得ないね。さあ、この距離。この距離に入ってこれるか。これがルーの間だ。舌出してベロ出して頑張るぜ。もう目も真っ赤にして、充血しまくって、やっていくぜ。ここ倒せば、もうリンゴ集まってるもんね。いや、ブロックとかそういう話じゃないから。こっち来なさい、こっち。あと少しだから。向こうはだって全然大丈夫だからね。うん、一人で大丈夫でしょ。一人でできるでしょ、向こう。うん、ルーすごい頑張ってるから。えい。当たった、ビンゴ。ヒッツ。あとは49個だな。誰かが集めてきたよ、他。頑張るから。なんか死んだ。なんか儲けた。いなくなった。よし、今のうちだ。
オケバガチョ1991。いやーめっちゃくちゃ疲れたなこれ。この試合で暑いし、単純にシンプルに天気良すぎるのよ。でなんかゲームやってるとさ、なんかより暑くなるし、冬だったらいいんだけどな。冬はゲームで温まろうみたいな。いやだいぶブースターに俺駆り立てられてた。ネジの方全然集められなかったな。今回のチームメイトすごいわ。チームのパーティーがディンゴ2体です。もうこうなったらこれは完全にもうスコアとかブースト意識だわ。ま、で、ちょいちょい時たまブロッカーみたいな。これは何でも屋の称号をいただくチャンスかもしれない。これ頑張るわよ。ちょっとてか絶対俺がリンゴ集めなきゃいけない。これリンゴ探しのために出かけます。ちょっとこれ邪魔す、ちょっとこれは味方のサポートします。味方のサポートもしつつみたいな。140にあるもんね。これは俺がサポートしなきゃダメだわ。リンゴ持ってない俺が。わ素晴らしい。さあいただくわよ。こっからもう全然リンゴないな。80% の恩恵。えい。ふい。エヌトロピーすごい。めちゃめちゃ意識高い。これ遠くから、混戦の中をね、こういう風に遠くからこうピョーンってできたら、いいなーって言うんだけど、まあ、ディンゴがすごく強いと。味方のディンゴが素晴らしいと。素晴らしすぎると。抜け目がないと。うん、これはもうブロッカー任せていいな、これ。もう俺たちは必要ない。むしろ俺たちは邪魔かもしれない。あのドラゴンボールのクリリンみたいな。俺たちがいた方が邪魔だ、早く逃げるぞみたいな、そういう感じあるな。うおーすごい、一人で頑張る。めちゃめちゃ頑張るじゃん。よし、間に合った。うわっ、遠くからピョンみたいな。あーだね、遠くからピョンみたいな。よし当たった。うわっ、当たった時ほんとね北島になるのよ。何も言えねえ。何も言えねえ、マジで。宗教に入ろう。あの、なんかよくわかんない宗教に。名前がわかんない。14。あ、14ちょっと、これ、良くないかもしれない。良くない、不吉な数字かもしれない。いやー、バンク欲しいな、これ。べし。ちょっと意地悪。ちょっと意地悪しつつ、いろんなとこ訪問していこう。で、ブーストも、ネジもゲットして、逆に、あれだな、自陣の守り硬いけど、相手側の自陣誰も守りいないんだな。いやー、14。あと7だな、あと7。うぅ。どっかにネジないかな。もう構ってらんないよ、これ。もう完全に俺がスコアラーだわ、これ。やらざるをね。なんだけど、バンクが欲しいのよ。あと1、あと1。よし。この移動ほんと楽だよな、これ。もう10位になってる。はい、ボーナチュバンク。うぅ、さあ、こっからよ、問題は。いっぺんに行きたいね。ダブルアップで。まあ、邪魔してくるわな。そりゃそうだわな。間に合いたいな。間に合わないな。間に合いたいな。ビーチボールいるな、ビーチボール。ビーチボール。よっしゃ、当たった。つぅ、マジ今の。あー、ギャース、ギャース、この軌道の、うわ、いし、こっちに行こうか。ちょ、一回ね、回復がてら。あの大砲の軌道当たってもやられるんだね。ダメージ入るんだね。よし。あー、でもこれちょっときついな。結局、バンク全然、活かせなかったな。なんか。これ、困ったな。思いのほか、圧倒的に負けてるぞ、こっち。圧敗してるぞ。いや、厳しいな。自陣を、なんかこう、守るだけで、いっぱいいっぱいみたいな、そういうとこありますね。これはあれか、エヌトロピーの人がうまいのか。それか、チームワークが下手だった、みたいな。そういうことかな。うん。なんか俺負けたと思うわ、これ多分。えい。
はい、ペッタン。はい、ペッタン、えい。なーい、これ、本当にお餅つきじゃん、これ。ペッタン、ウェイ。なんだ、うわ、なんかラグってる。ちょいちょいラグるんじゃん、このゲーム。急になんかどっか知らないところに飛ばされたりするから。はい、ペッタン、ウェイ。はい、ペッタン、ウェイと。すごい、めちゃくちゃやる気ある。うわ、またラグってる。なんだこれ。急にラグるな。よし。もうちょっとビーチボール対応した方がよかったかもな、これ。そしたらもうちょっと簡単だったかもな。はい。一瞬だけね、邪魔して、軽く。軽い気持ちで。でもちょっと流れが少し良くなってるんで、相手のね、陣地をめちゃくちゃ妨害できてるんで、その間だね。逆転できるかもしれない。これ間に合うかな。取りつつ、もう一回ボーナスバンクいけたらいいな。あ、これまずいか。わあ、これ、ちょっと待って、間に合わないかもしれない。あー、やばい、これ、一体、わあ、きつい！どうも、お疲れ様。これ、あー、でもディンゴの人が頑張ってる。ちょっと待って、これビーチバレー。ボーナスバンク失敗したかな、俺。残り9個だもんな。残り9個。もう正直ブーストとかどうでもいい。ブーストとかマジどうでもいい。これ間に合ってほしいな。あ、これまずい。これやばい。あーほー、なんかわかんねえけど、全然イニシアチブ取れなかったね。そして相変わらず、人が集まんない。このゲーム。6人が、関の山。